皆様こんにちは。歌舞伎ソムリエの奥田健太郎です。四国の金丸座という江戸時代の昔ながらの風情が残る芝居小屋で、上演される予定でした隅田川五日の面影、まあ、俗に崩壊坊と言いますけどね。ただ、まあ、昨今のこの状況を受けまして、そのこんぴらの歌舞伎の上演そのものが中止になってしまったので、せめてもの、まあ、この演目の、ね、楽しさを少しでもお届けできたらと思いまして、お志はござりませぬか、揚げ幕の向こうから声がする。それがきっかけになって、これが揚げ幕がチャリーンと開くとね、まあ汚らしい格好のその崩壊坊というのがね、まあつまり龍泉寺っていうお寺のあれは檀家の人たちなのかな、こうゾロ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 引き連れて出てくるのね。お家の宝をめぐるストーリーというものと、悪い坊主の崩壊坊が向島あたりでこう大暴れする、暗躍するというものとも掛け合わせてお話が展開していくわけですね。そういうね、なんとも奇想天外なクライマックスまで行くのね。だからこの、もうその奥見そっくりになった崩壊坊の怨霊っていうのは、その奥見の姿で奥見をしつこく、本物の生きてる奥見をね、しつこく追い回すんですよ。まあ、最後の最後までこの世の中をもう大騒ぎさせて、まあでも最終的には、まあ怨霊が消え去っていくというね、そういった幕切れになってますけどもね。まあとにかく生きてるうちから死んだ後までもう世間を大騒ぎさせて、はちゃめちゃにさせて、劇場を爆笑の渦にしていく、まあ、残念ながらね、今回はお芝居そのもの中止になってしまいましたけどもね、いつか必ず機会を改めてね、その金丸座でも、あるいは他の劇場でも崩壊坊また上演されると思いますね。どうかその日をお楽しみにしていただいて、引き続きこの歌舞伎の世界に大いに興味を持っていただけたらなと願ってやまないという次第でございます。